リチャード、どこか痛むのか？違う、怖いんだ。敵対する者とは、僕は自国のために剣を振り上げている。それを考えると胸が痛むんだ。リチャード、お前が苦しむ必要なんてない。その恐れや不安は俺が全て引き受ける。そのために俺がそばにいることを忘れないでくれ。ただ進んでくれ。それが俺も救ってくれる。アスベを救う。お前の剣であることは俺には救いだ。居場所のない俺にとってお前の希望こそが俺の希望でもあるんだ。分かった。共に進もう、アスベル。ああ、リチャード。すぐに終わらせる。ミスター、マイシラシ、グーサーシャー。やばい、怪人の女。時々パスカルさんが羨ましくなることがある。そっか、気づいてあげられなくてごめん。いや、別にその杖が欲しいわけではなくて。Thank you.
売っていいの売られる覚悟のあるやつだけだ。キリがない。おしりも復活だ。怪人の女王国を取り戻す剣だ。一瞬封じるか。怪人の骨だ。終わらせてやる。きらめく刃は勝利の証。終わらせてやる。すべてを切る。この剣の前に敵はない。リチャードは俺が守る。思い出すね、あの頃。Yeah!
決める。天使みんな宇宙のようなバーテックス。この一瞬で決める。天使みんな宇宙のようなバーテックス。天気って何？天気を毎日同じにしちゃう神様の特殊スキルだね。パスカルすごい。ここまでは予定通りだな。次はいよいよ南橋の方か。南橋を下ろして南門を開けるんだ。行こう。南門を開ける部屋に入るための鍵が中心部の中央棟にある。まずはそこへ向かおう。臭い樽だね。作られてから数百年は経っているんじゃないかな。数百年ぶりといえば、おじの軍勢にはやはり騎士も混じっているようだ。どういうこと？第一種防衛体制が発令されると、ウィンドル軍の各方面の指揮権が騎士団に譲渡されるんだ。
って言ってみたけどよくわかんない。強くなるってこと？端的に言えばウィンドル軍が総力を挙げて僕たちの前に立ちふさがる。それもこの数百年なかったほどに本気ということだ。アスベル、戦える？迷いがない。そういえば嘘になるけど、今の俺はリチャードの剣だ。お前が俺に遠慮なんてしないでくれ。頼んだよアスベル。Thank you.
見つけた私を。そう捉えろ、応援を呼ばれてしまう。リチャード、しっかりしてくれ。リチャード、
しでかしたことの報いだ。それを思い知るがいい。リチャード、もういい、やめるんだ。まだまだ、こんなものじゃない。僕の受けた痛みはこんなものじゃないぞ。やめろ、リチャード。僕に命令するな。リチャード、僕は一体。ごめん、アスベル。僕は君にこんなことを言うつもりじゃ。胸が苦しいのか。大丈夫か、リチャード。平気だ。それよりも急いで南橋に向かおう。せっかく鍵も手に入ったことだ。ああ、だがリチャード、さっきの傷は。僕なら何ともない。思ったより傷も浅かったようだ。なんともないって、あれほど。本当だ、そんなにひどくなかったんだね。あれほどの血が出ていたのに。アスベル、何をしているんだ。早く門を開けよう。ああ、わかった。南橋を下ろしたぞ。おいしいです。
のカニ玉が好きだそうだね。うん、カニ玉。リチャードなんてロイヤル。
早々に散れ。早々に散れ。この武器は物事は完全に終わるまで油断してはならない。俺はそう教えていたはずだ。マリック教官、少人数で砦の内部に潜入し扉を開けて味方を引き入れる。そこまでの手際は見事だった。だが最後の詰めが甘い。ここで俺がお前たちを倒せば戦局は一気に逆転する。そうですね、リチャード殿下。僕が誰かを知ってなお刃を向けるつもりか。それが私の今の仕事です。騎士団は新国王陛下のもとに入りましたので。殿下に敵対するつもりならたとえ教官が相手といえど戦うしかありません。それでいい、アスベル。ならばお前たちの全力をもって俺を止めてみせろ。必ず生き残る。マイクで封鎖一瞬。マイクラ封鎖一瞬。エイシャン止め。これはまずいな。レッシュマスクリン。やばい。熱心候補カッコレッド一瞬。セスナレス止め。冥風に落ちろ。マイクラ封鎖一瞬。ロールフレア雨は怪人のホラー。驚きの魔術。やめろ。おとなしくしなさい。そういう客。強くなったな、アスベ。教官。
公爵様から伝令です。砦を無事制圧いたしました。これ以上あがいても仕方がないようだ。往生際だけはいいようだな。感心だ。待ってくれ教官は、リチャードが憎くて歯向かったわけじゃない。教官はリチャードの目指す国家に必要となる人物だ。だから必要かそうでないかは僕が決める。なんだこの感覚。リチャード、どうした。違う、僕はリチャード。大丈夫だ、心配には及ばない。少し気分が優れないだけだ。この者たちの処分は後で決める。とりあえず逃げないように砦のどこかに放り込んでおけ。はっ。リチャード、先にデールのところへ行っている。どうやらここが最後の場所ではなくなったようだ。アスメ、卒業こそ叶わなかったが、もうお前は立派な騎士だ。殿下の力になってこの国を支えてくれ。教官、ありがとうございます。これもひとえにこれまでの教官のご指導のおかげです。あの人これからどうなるの。敵味方に分かれて戦ったとはいえ、元は同じウィンドルの人間だ。ひどいことにはならないな。そうだといいね。さてと、私たちはこれからどうする。リチャードのところへ行く。そうだな、確かデール校のところへ向かうと言っていた。セリア。え、セリアが下にいる。なんだって。下に行って確認してみるか。組織の一員。立派だね、人助けのために戦争している場所へわざわざ来るなんて。そういうことなら今からリチャードに引き合わせよう。その方が今後の活動もしやすくなるだろう。リチャード、レール校のところに行くって言ってたね。どこかな。
髪が少しパサパサしてるわね。それに全体にホコリっぽく。お風呂はちゃんと入ってる？入ってない。この子の面倒ちゃんと見てたの？ほったらかしにはしていない。ただできることに限界があるのは仕方ないと。それはそうかもしれないけど、後で私が綺麗にしてあげるからね。うん。お風呂か、別に 2,3 日入らなくても死なないんじゃ。死にます。もう清潔は健康の第一歩なのよ。後で2人とも綺麗に洗いますからね。へい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 。ほら真似しないの。まるで母親だな。知った諸侯や兵が続々と集まってきております。もはや太后といえど殿下の勢いを止めることはかなわないでしょう。義王は間もなく滅び
オジセルディク、最後の時を震えて待つ。あれがあのリチャード。アスベル、来たか。こちらへおいで。ようやくここまで来た。あとは王都を攻め落とせ。戦いは終わりだ。見てみよう。正義が勝つということ。聖典のもとに知らしめてやる。ん？君は？シェリア・バーンズです。お久しゅうございます、殿下。シェリアさんか。君も僕の発した劇に応じて、馳せさんじてくれたのかい？私は…安心してくれ。僕が王位を取り戻した。次はラントを救ったけど。シェリアが来たのは、戦いで負傷した将兵を助けるためだそうだ。そういうことならよろしく頼む。傷つき苦しんでいる兵たちを治してやってほしい。かしこまりました。捕虜の治療はしなくていいから、味方を優先してやった。叔父に手を貸すような連中は全て俗軍だ。負傷しようと慈悲を与える必要なんて。彼らも同じウィンドルの国民じゃないか。僕に敵対する人間など僕の王国の民ではない。リチャード、奴らを見せしめに処刑する。僕に逆らったらどうなるか思い知らせてやらなくて。しかも僕は奴らにせよ危うく死にそうな目にもあった。絶対に許さない。とにかくそういうこと。僕が奴らを処刑すべきだと考えるのは当然だ。しかし処刑なんて。考え直すんだリチャード。まだ言うアスベル。彼らの意志で敵対しているわけではないだろう。恐怖で人を縛ることが上に立つ者のなすべきことではないはずだ。アスベル、君は僕に王の心得でも説いているつもりか。違う、俺はただ…うるさい、黙れ。僕が目をかけているからといって少しいい気になっていないか。殿下。殿下を室内にお連れしろ。それとすぐに医者だ。アスベル・ラント、君に謹慎を命じる。殿下に対する君の態度も合わせ処分を検討する。リチャード、一体どうしてしまったんだ。アスベルとリチャード喧嘩したの？友達なのに。友達？ああそうさ、友達さ。けど見えないんだ、リチャードの気持ちが。私もリチャードが気になる。ソフィーも気にしているんだな。あんな風に怒ったりする人間じゃなかったの。なぜ？殿下は落ち着きを取り戻された。君が懸念していた捕虜の扱いに関してはひとまず保留となった。彼らはしばらくこの砦に拘留する。わかりました。それと君の扱いだが、今後は殿下のおそばから離れてもらう。募集は君自身で決めろ。引き続き我々と共に戦うのも自由だが、特別扱いはしない。はっ。なんか予想外の展開になっちゃったね。はっ、シェリア、お疲れ。負傷者の救護は終わったの？ねえ、アスベル、これからどうするの？ベール公のあの口ぶりだと、俺はもうここにいてはいけないのかもしれないな。ラントへは戻らないの？今のラントに俺の居場所はない。知ってるだろ。でもちゃんと話し合えば。話し合うまでもない。俺はラントの両親は二
ふさわしくなかったんだ。そんなこと。今ラントはどうなってる？ヒューバートは領民のことにも最大限に配慮してくれているわ。実を言えば救護組織を作ることを私に勧めてくれたのもヒューバートなの。そうか。やはり俺はこのままリチャードの軍に加勢することにする。たとえ立場が変わってもできることはあると思う。まあリチャードだってそのうち機嫌直すかもしれないしね。あの、私も一緒に行っても構わないかしら？今後戦場がオートに移るのであれば、そちらでまた私たちのやれることもあると思うので。それにあの子のことも放っておけないから。ソフィー、私に懐いてくれればいくらでも面倒見るんだけどな。まあシェリアがそう言ってくれるなら。ありがとう。